始まるよ。私、ビコンの樋口と言います。今ですね、韓国ソウルの、ユッケ通りというところがありまして、そこでね、すごく人気のユッケチャメッチ1号店に今から行きたいと思います。商店街の中をね、通っております。いろんなお店がね、ありますね。これはすごい。白子。うわ、ここにもユッケが。うわ、すごい。おそらくこっちなんですよ。こっちにね、ユッケチャメッチのお店がね、あるんですよ。なんかもう匂いがもうすごい、ユッケの匂いが。もうね、うん、噂に来るのも生レバーすごい美味しい。ここはちゃうかな。いやでこっちの道で、あ、これ、うん、1号店、2号店があって、これちゃうか。こっちが2号店かな、こう。一番大きいのこれや、1号店。ユッケめっちゃ書いてます。次に着きまして、こちらにメニューはあります。ありますね。ゆうたい。これでゼロ引きなんですよ。ゼロ引きで考えてるんですよ。ゼロ引き。ユッケが15,000円ってことは1,200円。すごい量入ってる。これ量がすごす。でレバー千枚刺し1,300円。めちゃくちゃ安い。来ましたよ。まずこれでございます。こちらですね。これ300円、これすごいな、これ、だってこれ顔以上のデカさですよ、これ300円、ほんまじゃん、これ真っ黒って白いやつやったの、白いやつ、これふるっと白くなるの、透明なのに。そんなにすごく食いつく。いや、僕全然知らなくて。このね、器で飲むんですね。こちらの器で飲むと、はい、ちょっと楽しみだな。来ました。で、この量すごいで、こんなに。この量ちょっといいです。これ日本で頼むのだら1,000円じゃ絶対無理ちゃいます。いや、もっともっと高くなりますよ。ユッケとスープもついてきました。何スープなのかがちょっと聞き取りませんでした。こちらのユッケを、卵がありますんで、こう混ぜます。はい、ユッケをね、こう混ぜます。混ぜて混ぜて、そしたら下からね、これ混ぜるところに梨が出てくるんですよ。梨なの。はい、梨なんです。梨が出るってすごい。梨が出るって、いや、だってユッケだって梨って果物じゃないですか。確かにね。その果物とユッケって一緒になるんですか。あ、お千枚。生千枚と生レバー出ました。いや、この千枚のこの色、テーブルに盛り切れないぐらい。マッコリで乾杯したいと思います。本場のやつです。ちょっといただきます。はい、こんな感じ。うまいですか。めっちゃ食いやすい。アルコールは入ってるんですよね。いや、入ってるわ。あ、やっぱジュースちゃうね、これ。あ、そう、これジュースね。これね、グイグイいってます。これはやばい。なんか怖いですよね、グイグイ行きすぎて酔っ払ったりしたら、ね、グイグイ。いやいや、久しぶりに聞きましたけど。じゃあ、それではですね、はい、ちょっと、おお、ありがとうございます。カモさんもいた。おう、じゃあちょっと
圧力かかって。おお、サンキュー。こんだけ食えないでしょ、なかなか日本で。食べれない。いきます。いただきます。はい、どうも。いやー、これ梨と合う。ちゃうで。そうなんや。俺梨と合うんかな思ったけど。いや、意外と合うで。ちょっと後で食べます。ちょっとやばいな。ちょっと待って。うん。いや、これ今まで食べたユッケで一番。一番ですか。一番行きました。一番出ました。今までユッケ日本も含めて3回食いましたけども、一番。中の一番、絶対数少ない。じゃあこれ、次に行きますよ。はい、角は立ってる。あ、ちょっと間違えない。新鮮な角は立ってる、ね、太いな。角立つ、はい、ありがとう。感謝の思いでいただきます。やばい。どうですか。プリプリや。マジか。うますぎる。生まれて初めての7000枚いきます。じゃあ行きます。うまいな、これどんなんやろ。味そんなにめっちゃするわけじゃないんだけど、もう食感を、まあ、楽しむみたいな感じなのかな、で臭みも全然なくて、美味しいですね。これはスープ。スープ。こちらのスープ。上から出してください。はい。僕の枕。これね、完全に隠し味で大根使ってます。いや、あの、ひぐりさん、大根見えてます。見えてます？見えてます。ほんまや。これは明らかに。隠れてなかった。全然隠れてないですけど。いやー、ちょっと、ね。もろ見えてますけど。じゃあ、前さんも食べてみますか。食べさせていただきますか、はい、いいですか、はい、させていただきます、はい、お願いします。こちら、お、ユッケいきますか。ユッケいきます、はい、もうガッツリいってください。ガッツリいきますよ。これでどうだ。いった、いった、いった、よっしゃ、いこう、いきますよ。じゃあ、はい、いただきます。ガッツリ食い方、じじみたいな食い方してるお、どう泣いてる？泣いてる。お前さん泣いてますやん。どうした？これね、うん、ひぐち、あのね、美味しい。なんでひぐち言うと？梨とユッケがめっちゃあって、ね、あの冷たさも一緒なんですよ。うん、冷たさ一緒、冷たいのと冷たいのが混じり合って、うん、めちゃくちゃ美味しくて初めて食べました。これこれちょっとお母さんにお土産で持っていきたいくらい。いや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 日本まで持っていきます、生もの。あ、そっか、あかんな。じゃあ次行きますか。はい、次生レバーをいかせていただきます。こちらですね。汁つけさせていただきます。よし、タレ、タレ、タレ、もうガッツリいっちゃいましょう。ガッツリいこう。もう今日だけはガッツリ食べます、うん、いただきます。大丈夫、ちょっと食う前からちょっと笑ってたけどリアクション早ないし。え、古っ。ダブルグーブル。こちらのお店の生レバー、うん、あのね、臭みがなくて、うん、本当に美味しい。こちら、はい、千枚島さ、千枚いきます。千枚島はっきり言います、うん、初めて食べさせていただきます、うん、はい、41年間、はい、初めて食べさせていただきます。え、タレつけ、タレ、タレつけないわ。これの？そうそう、それつけない。これ？そうそうそう。これをさっきやってください。大丈夫？おじいちゃん。
そんなとかなく。これはね、あの表現、あのね、やっぱその、味自体はそこまでない、あのまあ少しその柔らかめの味があるんですけど、それをタレをつけることによってふんわりとしてくるんですよね。そのふんわりしたやつを口に入れるんですっごく柔らかくなって、これね、これはちょっとおばあちゃんにお土産で持って帰りたい感じが。あまれば。うん、うまい。がっつりいきます。がっつりいきます。うん、うまい。じゃあ皆さん、ちょっとね、贅沢にいきます。これ、投げ子がこれはね、どうやってこれ、こんなんいきますよ。いきます。うまいだ、うまいだ、うまい。言葉が出ないほどうまい。まだうまいわ。いっぱいうまい。うまいが広がっている。すごい、うますぎる。これはもう今まで食った生レバーで一番です。が一番いただきました。追加でね、タコ、タコ来ました。動いてますよ皆さん、タコが動いてます。すげー。うわ、くっついて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 る、くっついてるよ、ちょっと。うわ、くっついてんねん、こう器に。ブチブチ出てる。いや、食べたくない。俺は食べたい、俺は食べたい。うわ、うわ、ちょっとこれ何で食うの。いくぞ。どうですか、大丈夫ですか。暴れるんすよ、街の中で。そんな、本当ですか。ほんまに暴れる。ちょっと待って、これこれとね、ユッケ同時にいきましょう。ユッケ同時に。まあ、さあ、すごい動いてる。動いてる。ねえ、耳関係ない。何や、音を塞ごうとしてたよ。え、どういうこと。どうすか。何や、人差し指。おいしい。おいしいね。口の中にやっぱあの食べられたくない、食べられたくないって言ってくっついてくるんですよね。でそれをこう食べないといけない、このねえ、あの深いこの、すごいやっぱ良かったですね。はい、良かった。ありがとうございます。いやー、美味しかったっす。いや、ほんまにね、来て良かった。
なかなかこんだけの生肉を食えることなんて日本じゃないですからね、ほんまにね、もう来て満足でございます。またね、来たいと思います。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。